ありがとうございます。くびきの方向新潟駅です。次は見附に停車いたします。見附東三条加茂新津終点新潟の順に止まってまいります。途中東三条には18時51分の到着です。終点の新潟には19時29分の到着です。列車6両で運転してまいります。先頭から6号車、5号車の順に、一番後ろの車が1号車です。先頭6号車から2号車までが自由席です。お手持ちの乗車券、定期券のみでご乗車いただけます。一番後ろ1号車のみ、座席が指定となっております。乗車券の他に指定席券が必要となります。なお車内はデッキ、トイレを含めまして全車禁煙となっております。おタバコはご遠慮ください。続きましてお客様にお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりませんよう、マナーモードに設定の上通話はデッキでお願いいたします。またご乗車の列車とホームの間には段差のある箇所がございますので、降りの際は足元にお気をつけください。快速くびきの方向新潟駅です。次は見附に停車いたします。
ご乗車ありがとうございました。まもなく三つけです。車内にお忘れ物をなさいませんようにください。お出口は右側です。三つけの次は東三条に停車いたします。まもなく三つけに到着です。
がとうございました。まもなく東三条、東三条です。車内にお忘れ物はなさいませんようにください。1番線到着、お出口は左側です。この2階列車のご案内をいたします。弥彦線の吉田駅は0番線から19時20分の連絡です。新越線各駅に止まってまいります普通列車の新潟駅は1番線から19時4分の連絡です。東三条の次は鴨に停車いたします。まもなく東三条に到着です。
ました。まもなくカモです。車内にお忘れ物をなさいませんよう、お降りください。お出口は左側です。カモの次はニーズに停車いたします。まもなくカモに到着です。
車、まもなく新津です。車内にお忘れ物をなさいませんようにください。4番線到着、お出口は左側です。お乗り換え列車のご案内いたします。出羽越西線東新津5線方面、普通列車の間下ろし行きは4番線から19時54分の連絡です。上越線、京ヶ瀬、水原、柴田、村上方面、普通列車の根津ヶ関行きは5番線から20時27分の連絡です。新越線各駅に止まってまいります普通列車の新潟行きは大井のホームの向かい側5番線から19時19分の連絡です。新越線各駅停車の新潟行きでお乗り換えのお客様は隣のホーム5番線の列車にご乗車ください。新津の次は終点の新潟です。まもなく新津に到着です。くびきの方法をご利用くださいましてありがとうございました。次は終点の新潟です。
く踏切の方をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の新潟に到着です。車内にお忘れ物をなさいませんようお降りください。新潟駅は3番線に入ります。お出口は右側です。この以下列車のご案内をいたします。上越新幹線上り MAX 時355東京行きは20時19分3階新幹線ホーム13番線からの連絡です。白新線東新潟豊坂柴田方面白新線周りの普通列車村上行きは通りのホームの向かい側2番線から19時40分の連絡です。白新線周り村上行きにお乗り換えのお客様は隣のホーム2番線の列車にご乗車ください。越後線白山内の牧方面吉田行きは5番線から19時40分の連絡です。越後線吉田行きにお乗り換えのお客様は階段を使いまして5番線にお進みください。